ームマッチですね。ちょっとね、まあ、名前勝ちではないのでどちらが負けてもタカシになることはないんですけど、タカシっていう名前が、完全に悪意しかないよな。タカシって、あー、タカシーザが波動、あとタカシーザナミが 4D、 あとほら、あ、波動拳 2B で、なるほど、ニューとか素体系の 5D も 2B で使ってますんでね。相当熱いですよ、あの技は。もうなんかウルフォーみたいな動きしてるすごいウルフォーみたいな、やってますんでという圧力ができる。あとこれはガードができないが、しかし波動拳を下にうまく潜っていた。あー、地獄の時間が始まり、出っ張っちゃったら、あとさあこれはかなり天地ザナよりはかなりなんか前、あとさあ天地ザナとのエピソード語る前に切り返していく節操のない男だ。ジャンビーからうえこれはちょっとやっちゃったな。さあかなりまあ噛み合っちゃったといった感じなんですけども、まあ攻められると聞いてるのはお互いですね。さあバーストハイで 4D からのトランザム、これはしかし盾が張っているので、さあ 6C からの下段、これはうわー間違えたと言っている。イザナミ対策として狭間はどうするべき。塩辛さんはまだそのレベルじゃないんで大丈夫です。 4D から、あー、スライディング、下段カウンターから、さあハイジャンキャンセルで降りて、さて6B ヒット。この 6B からね、全然確認して解放できるのいいよね。かなり余裕あるから。さあミスった今。さあしかし体力差大きくリードしてるのは天地ザナミ。さあ荒投げで全部発揮していく。あ、やば、なるほど。しかしさあ地味たち、アストリアが辛そう。確かにガードできないもんね。さあ 2C から、さあスタイヤイ下ろしてだし、2A からガーキャン。さあ 6D 置いて、全ては無意味。さあこれかなりきつそうだな。いやすげえな。さあ荒投げが見えているが、これは発揮していきますね。いやーすげえ。いや、イザナミ使ってわかる天地さんの凄さよ。いや本当にすげえわ。うん、俺普通にガードしちゃうもんね。あっこう、ブラッドサイズがめっちゃ見てるもんね展開してからブラッドサイズでやっても、みたいな、何してんのとか言ったら、うわーみたいなやられちまったみたいな。なんならバリがしようとして B ボタンが押してコンタクトだ。この後開いてますよ。ほら見ちゃって、でも、あー9時35分か。エノさんとポロさん、あー、エノさんが配信内でやってくれるそうでありがたいですね。さあしかしこちらの5先もまだ始まったばかりなので、さあジャンシー落ちてきて、雫を上を捉えている。もうみくちゃになった後に 2A がカウンターして 3C から、さあかなりどれも、さあ解放確認している。 6C、 あーちょっと高すぎたか。さあ顔が光っているが、これは電池、あー普通に殺せますね。イザナミ対策として狭間はまあ展開してるところとかにウロボを飛ばせばいいんじゃないですか。展開してなかったら普通にテーターとかで距離詰めて、展開しだしたらウロボで近寄っていくっていうのが多分成功法だと思いますよ。アンソンさんはよく
邪行を振り回してリターン勝ちしてますね。あーまあまあ邪行今回からちょっと強くなったらしいからワンチャンありかもね。一回シムシンプル飛んでるとリーザーナービー引っかからなかったりするのはいいんですけど邪行が結構当たったりするんですよ。うん、マラ君もっとマイク近くないと声入んないんだ。これこれね、あのマイクねかなり近くないと声入んないんだ。え、結構恥ずかしい。そう、いや、ほんまになんかあのなんかもうね、あのキスするぐらいじゃないともう本当に、いやこれ本当なんだ。これそれ本当か。そう、うわー、ぐしゃー、じゃあこう、そう、そんな感じ。まあ、ウロボロスあっての狭間なんで、あれがなかったらただのなんかステップのよくわからんキャラなんで。ビットでウロボロスを咎める手段はあるということで、やりにくさはあるかもしれない。まあだってこういうそのさ、ビットを解放した時のさ、あのもう逃げるしかない時のイザナミを捉えきれるとやっぱ強いよねって。もちろんそこら辺はなんか相手のイザナミの技量によるんだけど、そこの拒否力がやっぱ天才だから上手い人はそこが強いですよね。天才やっぱニューとかやってたから逃げるのがかなり板についてるというか、引きながらの戦いが強いですね。いいね、カウンターバースト吐いて、この体力差でバーストはかなり、拾えずにカウンターヒットとかよく分かんない値からするとなぜかボディが当たらないということよくありますよ、さあ、イザナミあるあるが出たが、これは非常に辛い感じ。危ない、危ない。 6B からさあ、熱波を拾って、あと差し繋がっとらず、あー、オバナリブガードしてくれません。あー、しかしこれ 2B の猛者が見えて、あーっと昇竜拳ですね。さあ、やってしまったというよりかはいざ酔いの読み合う回数が多すぎるという感じ。さあ、しかしこの読み合いを展開しているのもまあ天智くんの強さなんで、なんとも言えないところなんですけども、 6C ガードして素晴らしい。しかしウェイヤーに引っかかってしまう。あとデンジャータイムじゃない、デンジャーがついている。あとスライディングに波動拳引っかかって、あの波動拳ちょっと引っかかっちゃうとイラッとするんであんまり引っかかりたくないんですけども、弾の打ち合いではイザナミの方に目がありそうですね。このそうですね、回転率はイザ酔いの方が上ですけども、やっぱ弾の強度に関してはイザナミの方が上といったところ。あー、なるほど。あとこれは、あー、美味しい形だった。よくあるんですよね、やっぱり。さあ、またイザナミあるあるが出てきてしまいましたね。このキャラ補正によって当たらなかったりするんですよ。あ、イザ酔いは薄いから冬 3C ちょっと入りにくい。へー、まあ、普通の状態なら入るんですけどね、やっぱあの刻んだ後とか補正によって受けが変わってくるんですよ、後半の。やっぱ難しい、このキャラ難しいよ。そう、本当だね、かなりややこしい。あー、怒涛の固め、ビットも返ってきて上逃げができないが、ここは逃げ暴れが通る。あー、天地イザナミもかなりのガード力を発揮しているが、天地イザヤが捕まえきれていない。あーと、ハブケン先ほどが飛んで、あーははやはりガードできないのはかなり、ああいうつまらん波動拳に当たってあの弾が増えていくのはかなりイザヤ戦では結構辛いから。さあ、スライディングをジャンプで越されてからの確定、マジレスですね。さあ、ランのジャンビー、赤びっくり出ている。バースト入ってから盾を張る、盾解放、ラン雫攻め。さあ、 6C が見えた、危ない。さあ、残剣の時は終わりました。しかしここからリーダーに繋がらない。ハドケンからの展開に対してアストレア、いくら冬があっても降りるとき降りなきゃいけないんです。いやー、これつらいな。さあ、天地イザヤが 2-0 ですね。そう、交通事故、そう、スパーリングモード、コムレベル1の方がアーケードモードより動くってのは、各筐体のアーケードモードの CPU のレベルによるんで、なんとも言えないです。そのお店の店舗の設定によって変わるのでなんとも言えないですね。さあ、NO さんが天地さんに駆け寄っていく。残業の時は終わりました。あの件当たってしまった。
さあ、しずくで引っ掛けて捕まえたのはイザナミ。中段からアストリアに対してはああいう風な尖り方はあるんですけれど、ヒットを使っているとそこから間に合わないことが多いので、あ、向こうが結構ノーリスクで強い技をどんどん振り抜けるのないのか、ね、さあ、ちょっと天地イザラ…どっちださあ、あと下位から呼んでいい昇竜拳、あー諦めよう。これは画面足交代ですね。収めゲームが始まってしまうんでしょうか。さあ、しずくに対して2置以外で、これはかなりイザヤを、これイザマミ対策が。さあ、ジャスティスフォーライザーで天地イザヤが殺し切って、さあ流れが若干天地イザヤに向いてるから、さあ 2A上 AI で対抗して、さあ亀足嫌な時間が5玉溜まっている。 6C から中段、さあ8玉、最悪の時間が始まってしまいましたね。しかし先ほどから天地イザナミのガードがかなり冴えてるのでうまく逃げてますよね。そう、しかし名前がややこしいですよね。そう、かなりややこしい。選手の目にイザナミにイザヨイっていう、そう、やはりどちらかが高橋になってほしいというのが本音なんですけども。さあ6組に対してガスフォーライザー、さあこれは今回のゲームというかブレイブルーセントラルフィクションはパナシからの指導がかなり減るので、さあジャスティスフォーライザー、まあ、パナシ推奨なんですけども、さあバリガがないので盾を張れない、非常にもどかしい展開が続き、苦しい天地イザヨイ、さあ 3-0、 ここまでの試合やはりイザナミ側がつらい。やっぱりなんというか普通の状態での立ち回りは勝ってるんですけれど、うん、OD した後とかのそのゲージを、特殊ゲージを使った技が基本的に非常に有効なので、あ、特にアストリアなんかもよく見ますけど、あれ交通事故というか怒るべくして怒ってる感じなんで、ほとんど怒るべくして怒るってやばい。時速が長すぎて浮遊時間もきついとかあるんですよ。あとリターン負けもあるので触られた後が苦しすぎるっていうのが、まあ、イザナミも結構ダメージ出るキャラと思うんですけど、それ以上ゆくイザヨイ、なかなか辛そうな組み合わせなんですけども、どちらも使ったことがないのでよく何とも言えない。あージャミン、あー怒涛の細切りだったんですけども、天地イザナミこれはマジです。さあ神足あららぎ置いてからの恐怖の6位立て、素晴らしい激から 6C 石ダメキャンセル、さあ D キャンからの 6B、これはなかなかですんでね、そうですね、そこで D でキャンセルするのがいいですね。プラス画面内の情報が多すぎて処理できないですね。ありますあります。さあプレイバトランズからのバックスティ読んでんだよみたいな、あーっと危ない。さあこれは非常に危ない展開だったが、そして非常にここからひっくり返すパワーがあるキャラなんですが、さあこれはリーチですね。危ないですね。さあスレーバトランダム非常に厄介な技、神社に行く時間だ、危ない。さあオーバードライブ荒滝、さあイザナミのオーバードライブ中は、常に展開状態と同じ状態ですねっていうのがオーバードライブだっけ。ただ一応ビットを飛ばしてる間はガードできないっていうのも同じ状態ですので、あっと非常に危ない状態だった今の。非常に苦しいところではあるんですが、脳死できるほどではないという。さあ展開してアートいいですね、まあ、やっぱり打ち合いには分がありますね。さあまさしくウルフォーなんじゃねえかってぐらいの波動拳の打ち合い。さあ勝利拳から、さあアストレア、噂はアストレアから、さあこれなかなかダメージ出るんです、3213。さあタッチ 2C2A からウェイレッパー通している。さあかなり天地イザヨイが攻めにくそうというか崩しにくそうですね。非常にカードがうまい。さあ荒木から、しかし指導が悪いのでそんなに続きませんね。しずくから、おっとこれも当たっている、これは結構高いですよ。
さあ荒木からは2つ意味で危ない、危なくない、危ない、なぜあの技は軽くてもキャンセルできるんでしょうか。さあ嘘くせえ今のワープ今のワープ嘘くさいな。個人的には感動したところなんですけれども、ポッキリと心が折れました。さああとこれはかなり今後の展開に響きそうだが、どうなるか。さあハバケン3ウェイなのでなかなか処理しづらい。上方向に飛ぶビットはないのでちょっとしづらいですね。そうですね、上を取っとかないといけないっていうのは、まあでもイザナミはハイジャン距離がかなりでかいので上には折れるはずなんですけど、このハードストリーム、ただ高いところに行くと浮遊時間がかなり短くなっちゃうんで、その辺にちょっとね跳ね合いはありますね。そうですね。さあデンジャーなのでかなり減る。しかも置き攻め、地獄の置き攻め、何をするからの、さあコマ投げ、デンジャー状態だが、これヘル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 、さあ残留死でモリッといった。さあ5900、5000いってますねこれは最強キャラなのではさあ5025ってもう完全にテイガーのジェネですよね。ジェネシック並みのダメージが出ている。しかもあれ真空竜巻なので真空から出せるというあの漢字の駒投げですね。ただまあ無敵がないので擦ることはできないんですよね。これできない、それがちょっとかゆいところなんですよね。さあ最初の頃ぐるぐるしすぎてカウンターヒットもらいまくってて、俺は何やってんだろうなと思ったことあったんですが、まあ、技が悪かったと。さあ天地イザナミここで巻き返してきた。3-1ですね。ここから攻めの起点になってほしいが、時を止めて勝つとね、結構相手方にもメンタル側で行きますんで。そうですね、勝った感がすごいんで。先ほどの投げを見せた展開でどうなるか、この本の読み合いがそこだな。あとジャニーこのアクティブさは失われてないな。あとこれは NEB が入れ込んでいたのでなんか確信っぽかったんですけど、そんなことなかった。あお互いにかなり対策できてそうな感じなんですけども、やはり波動を自由に打てる天地勢の方が有利か。男子赤ビックスプリからこれはさあ致命傷にはなり得なかったか。その後のディレゲダン、これはかなり厳しい。人間に見えるもんじゃないんですよねあのジャイアン16フレらしいので、じゃあ末恐ろしいというか、今後イザヨイがどうなっていくかだよなこれ。さあ処理券2玉溜まってからもうちょっと玉欲しい。さあなんとかして玉が欲しいが、波動に対してクーダー合わせてくる。いい方が入りましたけど、こっからの展開の日どんだけ減らせるかですね。さあ先ほど駒投げを見せているのでかなり飛びにくいかと思ったんですが、そんなことなかったですね。高さの浮遊時間のせいでちょっと苦しかった。さあ7秒オーバードライブ、球がたまらねえからオーバードライブで強制に溜めていく。アストラが発展しておりました。おっと危なかったですね。ベンチイザナミからおかしいよっていう不満がやっと出てきたところなんですけども、実際おかしいですからね。さあ3試合から4でいい、突き消しながらイザヨイ後方にワープしている。さあ体力リードは苦しいですね。大きくイザヨイ、しかもバーストがもう少し下がってくる。ベンチイザヨイはかなりバーストの使い方がうまいので彼にバーストは残したくないんですけども、ここはさあジャン A から決めて、あーテンチイザナミ結構困った顔してますね。やっぱり空対空はね結構いろんなところから飛んできますんでね、ガードできない状態でそれをさばこうと思うとなかなか難しいところがあるんで。さあ 4-1 となってしまいました。これで全チーザヨイ側がもう1本取れば終了という形に。そうこれイザナミわかんないから、イザナミわかんないからってイザナミわかんない人をねセコンドに呼ぶっていう、やめてもらっていいですか。やめてもらっていいですか。さあ高橋隆にリーチ、ライブは僕やってないです。
アイマスやってない、一旦これ やってたんですけど飽きました。いやいやいや、それだけがオタクかどうかじゃないでしょう。いや、ブレイブルーやってたらオタクでしょ、こんなん。いやでもブレイブルーでイザナミというキャラクターを選んでるところがやっぱり結構熱いとこは。いやプリキュアぜ。違う違う、僕明日は仮面ライダー派なんで。さあ仮面ライダーのあと下段が通ってしまって、あとこれもコンボミス。さあどう響くかこのコンボミス。さあウルフォーっぽい立ち回りからのオーバードライブ、弾を貯めて、さあそれは飛んできた、戻ってきていた。しかしここは戻れる。あーと怖かったですけどね。さあ裏波動が当たってしまった。あーっとお互いにコンボミスが若干目立つが、 6C から昇竜拳をしっかり割り込んで、連携に昇竜拳を起こされ出すね。結構厳しいですね。発生ポイントはいろいろあります。さあ先ほどオーディを使ったばかりなんですけど、もう8になってる。アクティブフローというシステムは怖いですね。いやーすごいな。イザナミ側は結構片手に対してキャンセルだけ OD が確定する場面が結構多いですので、いかに OD を使わせるかというところも勝負ではあるんですが、そうですね、こうなってくると危ない。さあこれは解放しているのでガードができない状態ですね。さあ事故、事故ってしまった。両手に荷物を持っているので避けられない。なってしまうともう地面にいるだけでだいぶプレッシャーになりますからね。さあこれで天地ザナミリーチをかけられてしまったが、さあやはりこのガードができない一発を食らえば、あと 4D からスライディングが入ったんですけども、ここは繋がらず、多分 4D フィットする確信して入れ込んだんでしょうが、怖かったですね。おっとよくわからない D ワープで裏に回ってきた。さあ、カイがヒットして、しかし 4D も入ってしまった。 4D で波動消しつつスライディング、危ない。結構締め方をしたような形、危ない。あとこれは開けましたね。ええー、方向かな今のは。ガードしてから 5B とか出そうとすると出ちゃうんですよね。ファジーモルですかね。さあ、ジャン A ヒットしてしまった。これは危ない。シティ、これで OB がなくなったのでこのまま殺し切りたい。さあここで、ここで出たー、気を止めて。しかし今回はレンジャーではないが減るか、死んでしまうでしょう。あっと、まあ、パラパラ踊る余裕はない。さあダメージは、気になるダメージは3800、見えましたね。普段から5000出たらいいんですけどね。しかしあれでウィンラウンドであるぞ。わらわらわら、ここからが本当。さあこのラウンド取ってしまいたい天地ザナミ。首の皮1枚繋がりたい天地ザナミ。非常に辛いが、このぐらいのね、序盤のこの展開はザナミとしては結構平和な感じでありがたいんですけれど、いざ触られるとね、昇竜拳が欲しいです。展開時から捕まってしまった時の絶望感が半端ないな。さあスライディング、これは 4D ヒット確信のスライディングかな。さあしかし思惑が外れてしまい最悪の道になってしまった。ここは展開を立ち B じゃない、ジャンビーか。あ、これ美味しい。さあ荒投げ攻めから懺悔の時は終わりました。クリアしてるので問題ないんですが、これはストレアがかっ、あと EP で止めていく。なるほど、素晴らしい。そうか、クライマンテが先に出るのか。さあこれバースト警戒でいい、これはラッキー。さあ風が向いてきたか、先ほどからかなり戦える状態ではありますが、助かっているが、さあスライディング、これは当たってしまった。どうだどうだ、死なないんですが、しかし時間は10秒。これはどうだ、さあ行きそうだか、どうだどうだ、さあ足りた。天地ザナミやり込みを感じるルート選択。さあ執念ですね、 4-2 となりました。さあしかし天地ザナミに対してはまだかなり余裕があるので。
かなり余裕にまだ立ち回れるとは思うんですけど、ここからですね、踏ん張りどころが。実況したいの？実況したいの？出たがり屋さんがいますね。うん。喋るのか喋らないのかどっちなんだ。そのあれ、あのそのあれ、次あのエノーさんとポロピットだから、あのやりなよ。エノーさんとポロピット。熱いですね。エノポロ。さあ、体力リードは天地人材だが、コンボ決めてるのは天地人材。ここから十分状況がいいですので、さあ、しかし先ほどからこのチーム期待値があまり、あと、さあ、うまくクライニングしていく。 4D から青いが拾って、高さがややこしかったですね。ああ、きそう。さあ、捕まってしまったか、アストレア。このジャンプ逃げ狩りが強いんです。さあ、ジャンシーからカウンターして、さあ、またもや天地イザヨがリーチという形、追いかけてきた。それに対して DB がガチの判定をしている。でもケアしてますので問題なしなんですが、どうしても B とかで止めて気まずい思いをしなきゃいけないんですよね。なかなか落ち着いた立ち回りの天地イザナミ。あとここは混合ミス、やってしまった。ヒーダゴシーがロッシーに化けるという。さあ、普段ならば他のキャラならばこの混合ミスあまり手痛いことにならないんですけども、相手はイザヨイ捕まってしまったらかなりもうオーダーブツといった感じ。さあ、6ミからの撃、ラペキャンから拾えない。通常ヒットから枯れたのか。これは殺しきる。あ、執念ですね。さあ、かなり追ってきている第3ラウンド。個人的にも村長には頑張ってもらいたい。さあ、イザナミ村の村長が書いて落ちてきて 2B でくぐって、さあ、4秒ノーマドライブ、非常に面倒くさい。まあ、逆に OD を使ってくれたという考えもできますけどね。まあでもこの OD 絶対終盤には戻ってくるからね。特殊ゲージまで結構使い得というか、まあ、ガーケン OD で確定取られるよりはいいかなという感じですね。確かに。さあ、下位からつなぎたかったが、ここはさすがに、おっとおっと、あっと、これはスライディングが若干裏目に出てしまったか。さあ、上に逃げを投げる、こがめていく、バースを使って、残りライフは5割弱といったところ。さあ、 4D で確定取って、差しからの雫、これはずうずうしくなってきましたね。さあ、電池材はもう、そうですね、こうやって遠距離から波動を打ちつつ、イザナミを待てば盤石といったところなんですけども、ここでこれ画面足ですね。すごい迫力を持っているこのキャラ。さあ、これは荒らぎに当たってしまった。おそらくジャンプで逃げてしまったんでしょう。タイミングによっては逃げることもあるんですが、クライ逃げをしたかったって感じなんですかね。さあ、地獄の木で6ミーから、そうですね、これは確定がないんで。